安城市に本店を置く JA 愛知中央の管内では234軒の農家がミニトマトを栽培しています。このうち碧南市の長田正俊さんのハウスでは10種類のミニトマトを育てていて、今日は長田さんが一つずつ確認しながら収穫していました。ミニトマトは1年を通して出荷されますが、ハウス栽培では日照時間が長く気候の安定した5月上旬から6月中旬にかけて収穫量が増加します。収穫作業は来月末まで続き、 JA 愛知中央ではおよそ60トンが地元を中心に出荷されます。